ようこそ三味線の世界へ。こんにちは、西洋です。コスプレイヤーさんから見た三味線と踊りの世界は。こんにちは、西洋です。実はですね、先日とても興味深い動画を撮っていただきました。その方はですね、コスプレイヤーさんと言いまして、何でしょう、ご変身をして、ご変身、そう、いろいろな、例えばアニメですとかの、とか漫画ですとかのこうキャラクターに変身されるご趣味をお持ちの方なんですね。で、その方が映してくださったですね、三味線と踊りの動画が、私たち三味線を仕事にしているものとは全く違う視点でこう撮影されていて、とても私は興味深いと思いました。ですので本日はですね、その方が撮影してくださった動画を皆様にご紹介いたします。それではご覧くださいませ。曲はカラカサです。コスプレイヤーさんが撮影してくださった踊りと三味線の世界、いかがだったでしょうか。私はですね、とっても新鮮でワクワクして拝見したんですね。踊りは大抵こういうふうに映すものっていう規制の概念があるので、それとは全く違う視点に、とても新鮮な気持ちと、ああこういう楽しみ方があるんだなと思って、とても興味深く嬉しく拝見いたしました。音楽や踊りを見る楽しみというのは本当に様々でございます。あなたもぜひ生の舞台をご覧になって、あなた自身の楽しみ方を見つけてみてくださいね。実際の舞台へのご来場もお待ちしております。